第1回の向こうズカップ開催したいと思います。よろしくお願いします。チャス、皆さんこんにちは。野球 YouTuber の向こうです。こちらは先日アップしました第1回向こうズカップの向こうズ VS 吉雲の試合のハイライトです。第1試合には滝野川 VS 吉雲で滝野川が勝利、その後2試合目に向こうズと吉雲が対決、鈴木優太さんの人生初タイムリーヒット、そして大場さんの長打、投げては先発の石丸、その後継投を受けた笹川萌ちゃん、大場翔太さんがきっちりと締める豪華な投手リレー、キャッチャーの名中も投手陣を引っ張るこのキャッチング、さらには後藤君にも人生初タイムリーヒットが飛び出し、全員野球で効果的に得点を重ね、最終回は鈴木優太さんが登板、最後のバッターをきっちり締めて向こうズが吉雲に12対0で勝利。次も勝ちましょうか。次ね、滝野川と試合するんですけども、勝ったら優勝ということで。お、来ましたね。ついにですよ。さあ、というわけで第1回記念すべき向こうズカップの優勝決定戦、先攻滝野川ブルーウィングス、後攻向こうズで試合が開始、萌ちゃん向こうのレアなバッテリーとなっております。さあ、決勝戦最後までご覧ください。それではプレイボール。まず先頭バッターの初球、いきなり開始早々ライトに入った一宮さんがファインプレーでワンアウト。前回の試合でもショートでファインプレーをした一宮さんがいきなりチームを盛り立てます。そして2人目、準決勝の吉雲戦で2回3分の1をパーフェクトに抑えた萌ちゃんですが、肩の疲労がね、少し心配されましたが、この試合は先発でどんどん腕を振ってこのように投げていきます。そしてフルカウントからの5球目、セカンドの優太さんがこの打球に反応するもショートのスポーツマンがフライをキャッチし2アウト。そして3番バッターを迎えます。こう見ても分かるように萌ちゃんの特徴としてはストレートが浮き上がってくるので、この次のこの変化球がね、非常にこう効果的になってきます。バッターとしてはね、ボールの下を振ってしまうので、この回3つのフライアウトで幸先よく三者凡退でチェンジ。さあ、1回の裏向こうズのスタメンはこちらです。1番にね、珍しく石丸を抜擢し、2番に小技が効く一宮さん、そして3番にはタイムリーを放った湯太さんを据えて、4番5番で向こう海優太、重量打線、この上位打線でチャンスで回ってくる6番に向こう君を据えております。そして早速1番の石丸が期待に応えます。打って走って投げて守れるデブ石丸がいきなり先頭バッターで出塁。そして続く2番の石宮さんが、これぞまさに職人芸、一宮さんがバスターエンドランを鮮やかに決め、ノーアウトでランナー一塁チャンスメイク。そして3番に入ったノリに乗っている男、ゆうたさんのこの打球、しかしここは外角の変化球にバットが空を切り、バッターボックスで倒れ込むゆうたさん、ワンアウトでランナー一塁、打席には4番の向こうが入ります。4年前にね、所属していた目黒区優勝チームでは4番キャッチャーを務めておりましたが、そこでちょっとね、イップスを発症してしまったため、まあ向こうズではね、初の4番キャッチャーでちょっと一撃をかましたかったんですけども、ここはきっちりフォアボールを選び、ワンアウトランナー満塁で海優太くん、フルカウントから向こうズ MVP 男が見せます。センターに弾き返すタイムリーヒット、しかしここは滝野川さんの素晴らしい中継プレーにより2人目は阻止。しかし向こうズ幸先よく1点を先制、なおも2アウトランナー1塁でモコウ君が打席へ、積極的に初球から振っていきます。そして2ボール2ストライクから、ここは外角のツーシームでしょうか、手元で動く球にモコウ君が見逃し三振に倒れ3アウトチェンジ。さあ、向こうズ1点リードで2回表、萌ちゃんの2イニング目、4番バッターをセンターフライに打ち取りワンアウト、ここまで全てのアウトがフライアウトです。続くバッターの初球、
変化の大きい横に流れるスライダーで2ストライク。しかし次のボール、ここは高めに浮いた変化球をきっちりセンター前に運ばれ、ワンアウトから出塁を許します。さあ滝野川打線仕掛けてくるか。初球のストレートをフルスイングでファール。そして追い込んでから外から内に入ってくるカーブ、そして万字ポーズ、さらにはビタ止めが炸裂。2アウトランナー1塁となったところで、続くバッターにはフォアボールを与え、2アウトランナー1塁のピンチ。さあ向こうの守備陣、このピンチをしのげるか。一塁に牽制する間に二塁ランナーが三塁を陥れ、ツーアウトランナー一三塁。要求したボールはこのボール。萌ちゃんの代名詞であるクロスファイヤーが決まり、向こうず2回表ピンチをしのぎます。さあ2回裏、向こうずの攻撃。この7番石井君のデッドボールを皮切りに、恐怖の下位打線がつながります。まずは8番の萌ちゃん。マルチアングルで レフト前ヒットでノーアウトランナー一塁、チャンスメイク。そして迎えるは9番の明春。打撃に悩む明春が流し打ちでライト前タイムリーヒットを放ち、向こうず2得点目。向こうず女子野球部陣の2連打。さらにこのチャンスで10番の花香ちゃんまで続きます。なんとなんと野球界では珍しい野球女子の3連打。これには男性陣も黙ってられません。12番の岩島丸がきっちり押し出しを選び3点目。さらにはエラーやフォアボールなどで2点を追加し5対0。3番のゆうたさん、ここは惜しくもセンターフライに倒れ2アウトランナー満塁。そして迎えるは4番の向こう。皆さんこの次のボールご注目ください。この決勝戦前に4番キャッチャー向こうが打てば勝てると自らプレッシャーをかけた顔面がまがえる男がセンターへタイムリースリーベースを放ち8対0で8点リード。そして萌ちゃんの3イニング目。基本で草野球なんかでも大量リードをねするとね気が緩みがちなんですけども、ここから萌ちゃんが奪三振ショーを披露します。続く滝野川のバッターの子なんですけども、この子はね中学生で野球の試合がね人生初ということなんですけども、萌ちゃんのボールに臆することなくこのようにフルスイングをしてきます。続いて左バッターを迎えストレートで押して変化球を要求したくなるこの場面ですが、さらにストレートで押すと萌ちゃん3回無失点でマウンドを降ります。そして4回の表からは甲斐優太くんがマウンドへ。向こうず初優勝へ向けて盤石の投手リレーで滝野川に向かっていきます。しかし先頭バッターに三遊間を破られノーアウトから出塁を許します。さあこの場面ゲッツーを奪いたいところ、変化球でゴロを打たせたい甲斐優太向こうバッテリー。そして ここを惜しくもセカンドの向こう君がボールを弾いてしまいノーアウトランナー1・3塁のピンチを迎えます。
この止めたバットがボールに当たり、サードの石井くんが落ち着いて本塁へ送球しワンアウト。ここで4番バッターを迎えます。このフルスイング、高めのストレートで目線を上げて決め球はナックルカーブで空振り三振を奪いツーアウト。海君がさすがの投球を見せます。続くバッターにはスライダーでストライク、そして決め球はこのストレートでスイング判定で空振り三振でスリーアウトチェンジ。向こうずここまで素晴らしい試合運びを見せます。さあ4回の裏、打席には明春から。この回から相手ピッチャーが変わりまして、スライダーが非常にキレッキレのピッチャーがマウンドへ。先ほど3連打を見せた恐怖の女子打線も連続三振でツーアウト。そして11番のスポーツマンはナンシキ特有の高いバウンドをショートが落ち着いてさばき、素晴らしいプレーでスリーアウトチェンジ。さらには5回裏の攻撃も、このボールはスプリットでしょうか、非常にキレッキレのスライダー、スプリット、そしてストレートでガンガン押してくるピッチャー。石丸ですら体勢を崩され、力のないセカンドフライに倒れツーアウト。しかし2番の一宮さんは粘ります。粘って粘って粘った結果、さらに粘った結果、デッドボールを受けて出塁するというツーアウトからランナー一塁、一宮さんがいぶし銀の活躍を見せます。そして3番の雄太さん、非常に伸びのあるストレートに空振り、しかし食らいつく雄太さん。そして相手ピッチャーが選んだボールはど真ん中のストレートにバットが空を切りスリーアウトチェンジ。向こうず打線が4回5回と沈黙します。そして次回、相手投手の魂の投球、そして4番の意地、第1回向こうずカップついに決着。動画は明日配信しますので、乞うご期待を。